盛り上げてますけれども、この連休明けも学校行くっていうのがね、もうブルーな人いっぱいいると思うんですよ。そうね、2人はね、もう休みでしたから ね、うん、私はなんかあんまり関係ないけど。そうだよね、もう高校も出てるわけだからね。21です。そう、今なご家庭にいらっしゃる皆さんは気づいてたと思うぞ。だって俺が稲葉ちゃんを連れて歩いてたら誘拐っていう感じだと思ってるな。だって俺27なわけじゃん、はい、カップルでも全然おかしくないわけじゃん。あ、年的にはね。でしょ、年齢的には。でも連れてたらばお父さんが縁日に連れてってあげるっていう感じじゃん、なんか、あ、そうかな。そう、無理やりなんか引っ張られてる感じするよな、うるさい。でも学生は両サイドの2人なんだよね、はい、そして、とっくにですね、もう学校は出てしまった編集長なんですけど、逆にゴールデンウィークはブルーなんですよ、その前が。あのね、やっぱり休む間にずっとこうバッとこう仕事分けられちゃうんですよね、前後に。だからぎゅうぎゅう詰めで、しかもソフトは多いし、うん、結構大変ですよ。ちなみにね、まあ編集部員全員ですけども、そのゴールデンウィーク前とかにやっとかなきゃならないゲームってあるわけじゃないですか。一人当たり何本ぐらいやってるんですかね。ね、多いので30本週に。え、週に30本。クロスレビュー書いてますからね。まああのね、そのおかげでね、ゴールデンウィーク休めたりとか。そうですね、まあ、メーカーさんも休めたりとかあるわけなんですけども、今回はですね、そういうことで合併号が、先週に出てますんで、クロスレビューの方は今回お休みとさせていただいてですね、編集部おすすめのゲームソフトの方をどんどん紹介していきたいと思います。はい、ということなんですが、その前にこちらのコーナーです。今日のですね、噂のゲームはですね、数あるゲームの中から、エキサイトステージ95、はい、J リーグエキサイトステージ95ということで、解説はジョルジュ中地さんです。お願いします。どうも、ジョルジュ中地です。30代だよ、本当は。年齢の話はさておいてですね、はい、僕思うんですけど、何々95とかいうゲームあるじゃないですか、はいはい、それだいたいデータが変わっただけで内容変わんないっていうのが、うん、まあ基本的なシステムは、まあ、はい、変わることはまずないんですけど、うん、まあいろいろそれより前のゲームよりも良くなる要素っていうか、うん、パワーアップするものは絶対あると思うんですよね、うん、お、じゃあこのエキサイトステージもパワーアップしてる、もうかなり。あ、そうですね、はい、ちょっと注目しながらいろいろ解説を聞いていきたいと思います。はい、まあ普通にこういう風にやってるところでは前と一緒かなと思いがちですよね。でもまあそうですね、この辺のパスとかその動きのリアルさはまあそのままなんですけど、まあまあチームとかも増えてますし、こう、そうか、レイソルとセレッソはもう増えてるんだ。そうですね、あのフォーメーションもですね、まあ前からあったんですけど、はい、まあ、これいろいろ選べると、はいはいはい、でなおかつその自分でもそのフォーメーションを作って、あのそれをデータとしてあのセーブ、うん、まあ、ワントップ、まあ、その辺はとかできるし、まあ、その辺は全然変わってないんですけどね。いわゆる前やって好評だったシステムはそのままで、はい、まあ、チームがまず増えたっていうのが一つ、はい、次にチーム増えた、そうですね、あとまあシュートとかは、はい、曲げるシュートとか、あとこう リスキングはい、シュートはまあそのままあるんですけど、ワントラップさして、はい、でゴールもこうやってトンボを追いかける少年のようにこの辺好評でしたから ね、 そうですね、受け継がれていくと。で、まあ、変わった時点って変わったところっていうのはこのオフサイド、オフサイドで、自分の操作してる、人がですね、はい、全員の選手のラインをこう上げたり下げたりすることができるようになったんです。それでオフサイド、オフサイドトラップって言うんですけど、はい、かけてオフサイドを誘発させる。ほう、3人はほらスポーツゲーム派じゃないからね、あんまり詳しくないんですけど、オフサイドトラップはね、サッカー通にとってはできるようになったらより奥の深いゲーム展開になりますからね。そうですね、あとはあのトレーニングモードもあのちょっとずつ変わってるんですよ。前にもあったんですけど、今回あの新しくキーパーがですね、うん、あの自分で動かせるようになったんですよ。ほうほう、でそれの、練習のため の、はい、そのセービングっていうんですか、この画面なんですけど、
キーパーを動かす練習とかそういうトレーニングもできる。この練習モードも受け継いだものは受け継いでさらに増えてる。そうだな。そして、はい、ペナルティーキック PK、はい、これも前は1画面でやったら今度は守備と攻撃に分かれて2画面で勝負で対戦するときにね、はい、その操作はそれなりに分かりやすいんだ。じゃあこうしてみるとかなりデータ変更とかいわゆるバージョンアップとかありますね。はい、まあ、オールスターモードもお約束に入ってますね。お約束、はい、14チームに増えた上にオールスターモードが入ったと、はい、でオフサイドはあるし、うん、オフサイドトラップも仕掛けられる、はい、キーパーも動かせると。これサッカー通はより嬉しいですよね。もうかなりその戦術的なものがですね、ね、奥深くなった感じで、ね、スポーツゲームって同じサッカーでもたくさん出るじゃないですか。野球でもたくさん出るし、はい、カポエイラでもそれは出ないけどいろんなスポーツゲームありますけど、はい、売れるもの条件って何ですか。やっぱ最終的にね、その操作性に落ち着くんだと思うんですよね。操作性が良くなるっていうのはやっぱりハードの進歩とかプログラミングとかもやっぱ関係あるの。あ、僕は関係ないと思いますよ。あ、そうですか。関係ないと思いますね、うん、勘みたいなのあるじゃないですか、うん、押して当たって飛んだっていうその勘が変なゲームってあるでしょ。あります、あります。勝って言ってから一発超えてからボールが飛ぶ、うん、それっていうのはマシンがいくら良くなってもできない人はできない。作れる人は、うん、あ、やっぱセンスの問題なんだね。使い心地の良さのセンスなんだね。最終的によくあんだよ、この投げろって言って1回押して投げないからガガガって押してると2回投げちゃったりするファーストに投げてさらにそのファーストがキャッチャー投げちゃったりしてるやつとかあるじゃないですか、うん、なるほど、わかりました。そういうセンスのいいゲームを見ててまた中地さんよかったら紹介してください、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お待たせいたしました。もうこれをやらなきゃもぐりだ、お猿だ、なめくじだというぐらいもう聞かなきゃ損のファミ通おすすめお買い得ソフトをですねこれから紹介していこうと思うんですけども、はい、嬉しい。これはメモって聞いた方がいいよ、うん、いや私が言ってきたんですよ。あ、そうなんですよ。あ、そうなんだ。あ、俺編集長から教えてもらえるのかと思って、あ、君が言ってきたんだ。本当にね、いっぱい出るじゃないですか。そうそう、分からなくなってね、うん、なんかすごい迷って結局買わなかったりとかするんですよ。買わなかったりとか。そう、だからもう、うん、どれがいいんか分からなくなって、うん、だからこういうのってすごいいいですよ、私。そうです、うん、迷って迷って迷って買ってクソゲーっていうのもたまにありますからね。あ、そういうことがありますんでですね、はい、プレイステーションとサターンとスーパーファミコンのですね、うん、種類別に分かれてですね、うん、ベスト3を選んできました。ほいじゃ一番最初はプレイステーション編からいきましょう。それではファミ通ご推薦プレイステーションお買い得ソフトベスト3は一体何なんでしょうか。まず第3位はガンダーズヘブン。第3位になりましたガンダーズヘブンなんですけど、この絵はどういうゲームなんですか。基本的に横スクロールのアクションシューティング、はい、弾を撃って敵をやっつけるゲームなんですけども、うん、どんどん横に進んでいって敵の攻撃がとにかくたくさんあって敵もたくさん出てくるんですけど、こっちもたくさんの弾を撃てる、うん、まあ、派手なアクションシューティング。続いて第2位は鉄拳。2位の鉄拳なんですけど、これはどこがいいんでしょうか。理由ですか。はい、理由なんかありません。面白いんですよ。いや、それだけです。知ってますよ。面白い。つまんないよ。面白い。この5文字だけ。とりあえずやってほしいですね、やってない人に。ああ、そうです、うん、ね、よくもう一個あるじゃないですか、ポリゴン書くと。もう一つ、はいはい、ボーゲームですね、うん、で結構比べる人もいると思うんですけど、うん、はいはい、全然別のゲームですから。そして第1位はジャンピングフラッシュ。ジャンピングフラッシュ、アロハ男爵ファンキー大作戦の巻。
ということで第1位に輝いたジャンピングフラッシュなんですけど、編集長これは、とにかくそのリアルな映像がね、プレイステーションがすごい力を持ってるんですけども、グラフィックの能力をフルに使ったっていうところで、あのギャーン飛び上げてヒューッと落ちてくる、あの落ちてくる瞬間の快感っていうのが、なんていうか最高にいいですよね。やはりですね、プレイステーションのことを聞くならここがプレイステーション通信の編集部なんですけど、ここの編集部の方に聞こうということでちょっと聞いてみます。あ、お仕事忙しそうですね。ゲームしてたんですけど。ゲームいいですね。お仕事に見せかけてゲームをするなんかプレイステーションのおすすめのソフトというのは何かありますか？ジャンピングフラッシュ、なんか五感のあたりが涼しくなるようなこう、ね、楽しみがある。ちょっとわかんないですけどねプレイステーションでおすすめのゲームはありますか？鉄拳です。プレイステーションのなんかこうこれがおすすめだっていうゲームありますか？鉄拳ですかみんな鉄拳です。鉄拳すごいですね。はい、ということでプレイステーション通信のですよ、鉄拳がかなりの人気があったんですけどもね。あ、小森名人がいますよ。プレイステーションで、ええ、これはいけるんじゃないかっていうゲームありますよね。そうですね、ちょっとありきたりな答えかもしれませんけれど、はい、鉄拳とかこうね、名人の立場として今次世代機っていっぱい出てるじゃないですか、はいはいはい、僕個人自身は持ってないんですよ、はいはい、何も持ってないんですか？スーパーファミコンしか入れないんですよ。あ、家に持って、はいはい、だからこう家でまだ遊べるその次世代機のゲームっていうのがまだ出てきてないんですよね。だからもうちょっと例えばそのロープレとかシミュレーションでこう長く遊べるようなものが 2,3 個ぐらい出てきたら買おうかなとは思ってるんですけど。いやー、まあとりあえず編集長のコメントもありましたけども、はい、プレイステーション第一のおすすめはジャンピングラッシュ。そうですね、浮きますでしょ。浮きます。キューッときますね。他に期待の新作ってあります？あのね、ええ、プレイステーションはマシンはいいんですけども、あのサードパーティーがすごくたくさんあるんですよね、ええ、すごいのがずっとあって、俺ら次の話題に入ってるのにもう何で何でそうやって一回君処理速度遅いね本当に。それでですね、プレイステーションはサードパーティーが多くていろいろこういろんな種類のソフトが遊べるというのが一つの魅力なんですけども、はい、中でもやっぱりナムまたまたちょっと いいですナムコナムコナムコリッチレーサーとか鉄拳とかですね、はいはい、もう本当にプレイスに命張ってるっていう気がするんですよね。おすすめとか買い方の一つに、もうここのゲームメーカーは信用できるっていうゲームメーカーができてくると嬉しいですよね、うん、ありますよね、うん、さあそれじゃあですね、続いては、はい、いやプレイステーションが来たら次はセガサターンだと思うんですけども、セガサターンのランキングです。どうぞ。それではファミ通ご推薦セガサターン5解読ソフトベスト3は一体何なんでしょうか。第3位は柿の木将棋。将棋のゲームといえばもう中地さんしかいませんということで、これはどういうこれはですね、まあ、普通の将棋だとコンピューターの対戦するんですけど、はいはい、コンピューターの考えてることどういうふうに考えてこの手を指したかっていうことは、うん、普通コンピューターは分かんないじゃないですか、はいはいはい、これ分かるんですよ。どうやって分かるんですか？なんか自分ちょっとモードを変えればここ考えてます、ここ考えてますってこう印が出て、あお前ここ考えてんのかってでそれ見ながらこいつはこう来るからみたいな、あ割とね楽しいんですよ、うん、続いて第2位はバーチャルハイドライド。2位になりましたバーチャルハイドライド。これはどういう感じのゲームなんですか？これは、基本的にこう 3D の視点なんですけども、はいはいはい、主人公がいて、うん、遠くがどんどん小さくなっていく、はいはい、それが全部実写の取り込みで、主人公も実写でこう歩いてる姿とか、あとその辺にある木とかも全部実写で、それをどんどんこう突き進んでいって宝箱があったら開けて剣を手に入れたりして。そして第1位はデイトナー USA。
第1位に輝いたデートの優勢なんですけど、これはの魅力は、ゲームセンターそのものが家庭で遊べるっていうのと、プラス家庭用でしかないいろいろなフューチャーがついてるんですよね。だから一応ゲームセンターのゲームには負けてないってことですね。負けてないってことですね。ある程度クオリティ落ちるかもしれないけど、それなりのフォローはしてある、基本的に面白いゲームですよ。このサターンなんですけど、まあ、セガといえば私、サターンといえばやっぱりジャッキーさんに聞かなきゃ始まんないと思いまして、ちょっとジャッキーさんに話を聞きたいと思います。ジャッキーさん、はい、サターンのおすすめソフトといえば、バーチャファイターですか。もうそれは分かってるんで、それはそれは楽しいんですけど、こう最近出たソフトのとか、結構これはおすすめだっていうのありますか。バーチャファイター作ったその AM2000 っていうセガのですね、部署が作ったデートナー USA ってなゲームとかあるんですけど、レーシングゲームですね。これは楽しいですよね。もうガーダーンみたいなね、パーンみたいな、もうすごい、よく分かんないですね。ちょっとね、あそこにね、ブンブン丸さんがいるからね、ちょっと話を聞いてみようと思います。ブンブン丸さん、はい、あ、ゲームしてる途中すいません。お久しぶりです。お久しぶりです、うん、なんかサターンのおすすめのソフトってなんかあります？最近ですか。最近の、最近はパンツァードラゴンズとか、それとか他には何かあります？やっぱデートナーじゃないですか。デートナー、あ、レースゲーム。そうです。あ、そっかそっか。かなりいい出来なんで、改めて申し上げます。今この2つが僕は一応知って感じですけど。お、サリナ、はい、将棋将棋おすすめになったぞ。将棋おすすめです。将棋って将棋はおすすめです。将棋はなんか難しくこうやってピッピッピッってやってるけど、あれはね、箱の中に1回入れてこうやってパッてやって音鳴らんようにするやつが面白いです、うん、あー、それゲーム化したら売れないでしょうね。あー、もうね、将棋でやった方がいいですね。でも僕のね、ニュアンスだとね、サターンってやっぱりバーチャファイターの、バーチャファイターイコールサターンから抜けない感じですね。そうですね、バーチャマシーンって言われてますよね、やっぱりそれだけバーチャファイターがすごい、ソフトいっぱい出てるんですけどね、バーチャファイターがすごいっていうことなんでしょうね。あのゲームセンターでは今もバーチャファイター2が大人気なんですけどもね、この間もう発表会がありまして、バーチャファイター2はですね、サターンの実機というかサターンの OS で、OS ってまあいわゆるそういうゲームを作るためのシステムがあるんですけど、その中でも実は動いてるっていうのがもう発表になったんですよ。あのゲームセンターのものとほとんど同じものができるみたいですね。じゃあ遠からず出ると思いますね、バーチャファイター2は、今年中に出るんじゃないですか。いろいろまたこの新作のラインナップも充実してるようですね、はい、気になるですね、スーパーファミコンのソフトの方はですね、一回 CM を挟んで、 CM の後です。一体どんなソフトが出てくるのか楽しんでください。ファミコン通信をおすすめのソフトも残すとこワンコーナーになりました。はい、それはやっぱりスーパーファミコンなんですけれども、スーパーファミコンのベスト3は一体どんなゲームなんでしょうか。それではここでファミ通ご推薦お買い得ソフト、スーパーファミコン編ベスト3を発表します。まず第3位は J リーグエキサイトステージ95。3位に輝いたこのゲームなんですけど、何やってんですか。いやいや、このゲームの魅力っていうのは、このゲームの魅力は、前の前作からもうこのゲームはもう完璧にできてたんですよ。完璧だったんですね。まあ今回オフサイドが概念が、あれによってですね、かなりサッカーですね、リアルさが、攻撃の幅が広がったっていう、操作的にはちょっと難しかったりするんですけど、まあ何やら伝えられない試合になっています。続いて第2位は三次元格闘ボールズ。第2位に輝いたこのゲームなんですけど、どういうゲームなんでしょうか。基本的には格闘ゲームなんですけども、そのリングの上に乗るとキャラクターが全部9の集まりになっちゃうっていう設定なんですよ。こういう丸いの、だから、
球の集まりなんで動きがすごく全部が関節みたいな感じなんでくねくね滑らかに動いてくれるんですね。だから技もすごく動きがなんていうのかなリアルです。そして第1位はスーパーボンバーマン3。スーパーファミコン編で第1位に輝いたですねボンバーマン3なんですけど、これどこがこう楽しいんでしょうかね。あの対戦プレーが熱いじゃないですか。熱いですね。対戦プレーしててあの下手くそで先にゲームオーバーになっちゃう暇になっちゃう。でそういうあなたとか私とかそういう人が暇つぶしに外から爆弾を投げて、あの対戦中の人たちに爆弾を投げて邪魔をできるんですよ。攻撃できるんですね。攻撃できちゃうんですよ。爆弾攻撃ミソボンシステムって言います。ちゃんこさん発見したんでちょっとちゃんこさんのところに。ちゃんこさん、はいはい、こんにちは、はい、あこちらどうも。わけわかんないこと話してくださいよ。あれまた太ったんじゃないですか。よく食べてるでしょ。やばいですね。やばいっす。えなんかおすすめのなんかないんですか。こうおすすめこれですか、うん、最近のかスーパーファミコンのおすすめソフト。そうだゴールデンウィークに向けて。あーゴールデンウィークに向けてか。そうだな、とりあえず今そうだなクロノトリガーとかだいぶ値段安くなってきたんで、まだ買ってないとかやってないって人は、うん、そうだな定価よりだいぶ下がってるんでお買い得じゃないですか、うん、お仕事中すいません。おすすめソフトを聞いているんですけども、はい、なんかおすすめソフトはありますか。ソフトは予約女神転生です。チャイズさん、何ですか。最近ゲームはやってますか。あ最近やってますよ。何やってるんですか。昨日は三国志砲を買いました。じゃあこれがスーパーファミコンのおすすめソフト。うん、でも結構前にちょっと前に出たんで難しいんですよ結構。へえ、難しいんですか。そう、あの三国志の本を読んでる人にはいいかもしれない。いや戻ってきたじゃないですか。いやこれはいいんですけど。ジョルジュさんやたらミキサイトのせいに押してますね。好きなんですよねとにかく。まああのいろんなハードもソフトもですね、はい、いろんな機械これからまだまだねいろいろ動きますね、はい期待しながらですね、はい待っていきたいと思います。で聞いたらその新しいハードとかを見るためにアメリカに、はい5月連休明けたらすぐにですね、すぐだもうすぐなんですけども、E3 って言いましたね、エレクトリックエンターテイメントエキスポっていうのが、はい、ロサンゼルスなんですけども、それに取材に行ってきますから。そのいない間はどうすんの。まあ、中地さんが私がやらせていただきます。代理編集長。編集長代行ですね。このまま僕が編集長になってもいいんですか。うまく帰ってこないように工作してね。編集長どうします。爆弾発言出ましたよ。いいんじゃないですか、やれるんだよ。メガネが嫌い。今なんかちょっと大人社会っていうところが展開されましたね。やれるんならいいじゃないですか。さあ、じゃあ来週は中地さんよろしくお願いします。それから編集長はですね、あのいろんな情報持ってきてください。よろしくお願いします。じゃあ来週も皆さん楽しみに待っててください。それじゃあ今週はバイバイ。ボンバーマンください。バイバイ。痛いよボンバーマン。ボンバーマン。松下電器よりリアル発売1周年記念テレカを100名様にプレゼント。番組の感想を書いてこちらの宛先まで送ってね。待ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。